皆さん、こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。メディアトレーニング座談会、今日も張、は、り、い、切っていきたいと思います。お願いします、はい、え今,日もえ今日はいつも4人なんですけれども、うん、今日は山口さんがいなくて、えーはい、いつものメンバーではないんですけれども、3人でいきたいと思います。ススタイリストの高野伊勢子さん いつも通り、顔だけ、顔だけじゃないや、写真だけです写真だけ。<笑><笑>まあ、みんな不思議に思ってるだろうね、なんてかって、まあ、そのうち、あの、種明かしをしましょう。これからスマートアクトディレクターの高松かなこさんです。はい、高松です。よろしくお願いします。はい。じゃあ、はい、高松さん、だ、い、いますよね。はい。<laughs> <laughs> はい。で。今日は。ええー。三月十二日。になります。はい。はい。え。えー、今日のテーマは。 ベンチャー企業を行こうということで、まあ、IP をしたばっかりの企業にしたいと思っています。うんうん、はい、はいえー。なんでかってう,うんはなぜでしょうそう、石川さんが見つけてきたんですよね。数多くあるベンチャー企業の中で、はい、今日はスローガンという会社になります。はい、はい。どういう基準で石川さん選ばれたのそうそうだと えーまあ、去年、上場した企業だと見たんですけど、まあ、全部じゃないんですけど、20社ぐらい見たんですが、まあ、その中でも、まあ、若,い若いというかの、の割と元気のいい社長が多,い多くて、でもなかなか面白いなっていうところはいっぱいあったんですけど、まあ、惜しいなって、<laughs> 惜しいという会社を選び惜しサービスの内容は あの、うん、面白いなと思ったんですよ。あのこの社長ソローガンの社長伊藤豊さんとおっしゃるんですけど、うん、サービスでパッと見たときあなんかちょっと暗いなと思って。ああ<ー>確かにね。うんメガネのせいかもしれない。ですね他のベンチャー企業の社長とはい明るくてパッとしてるんですけど、うん、でちょっと暗くてあれあのー、ちょっと残念な感じ。 でも見た感じ、あのすごく高野さんがうるさく言いそうだなって <laughs> <laughs> で。なんというか、あの眼鏡が本当に似合ってないから、眼鏡の選び方でも大事だということをお伝えしたいっていうことで、すね会社自体は、このベンチャー、ベンチャーと、うん、ベンチャーってあのなかなか新卒の優秀な学生に呼び込むのがすごく大変、まあ、有名じゃないからってこともあって、そこをマッチングしましょうという。うん サービスだだかかららこれから伸びるだろうなってベンチャーって本当に日本を元気にしていくと,とても大事なミッションがあるからそこに有能な学生が入るって大事なことだし私のクライアントも、うんうん、ベンチャーで新卒採用するのすごい苦労してたっていうのがあるんですよ、うんねうん、そういうこともあってこの会社はすごく伸びるだろうとで,、まあ、できたばっかりじゃなくてもう10年,10年以上地道に活動してきてるということもあるし、うん、で社長自体も とてもあのちょっと暗いんだけど、すごく滑舌もいいし、すごく頭いいなと、本当に、ま、東大出てるからっていうのもあるんですよ、うんまま、で理系から文系に移ってっていうこともあるし、ちょっとこう考え方が、ま、ユニークだったし、で私、ホームページもこの絵を描き殴った感じがわりと好きだなって、うん、あ <laughs> あ明るい、ね。本人からちょっとイメージがしづらい、真反対な感じの。 イメージですねでそのサービスの内容と社長のイメージがあまりにもちょっとギャップがあって、うん、ここもちょっとあのちょっとすり合わせるといいだろうということで、まあ今日お二人にガンガン言ってもらいたいなと、まあ、私応援したいからということなんですけど。<laughs> <laughs> なるほど。はい。はい、了解です。まあ、では、など,どちらからいきますか<あ>高野さんはい、うんえ となんかこ,これがメインの写真で今見ていますけども、うん、横顔だからちょっとわかんないんですけど正面正面、はい、これうわ、はい、暗いね <laughs> 今さらこ,れこの表情がまたこれダメだよね <laughs> うーんなんか多分メガメガネ がの黒縁が余計暗く闇を感じさせるような感じなのにおでこが出すぎまああと眼鏡をするんだったらあの眼鏡のサイズ感もきっと合ってないと思うんですよ。顔が大きく見えちゃうのね。おでこがしてるので縦にも長く見えてで眼鏡が小さく見えちゃうのは多分眉毛が。 山型の眉毛が、うん、普通メガネにこうあのバランス取ると切って、うん、眉毛の山があのメガネの縁からあまり出ない方がいいんですね。うん確かにそうですね。うんうん、反ってた方がいいんですね。うんうん、一番高いところに。だけどピョンって出ちゃってるからうん、うん、なんか飛ぶ感じの暗い人みたいになっちゃってる、うん、<laughs> ところがありますよね。でなんか顔が大きく見えちゃうのであのなんていうんです。 スーツとのバランスがあまりよく感じないっていうか、小柄なのかな、この人って思っちゃうんですよね。小柄で顔が大きく見えちゃってるのかな。ってそれとももともと小柄な方なのか。でも、他の写真見ると、そう、隣の方とのね、バランス見ると、そのちっちゃい方のはメーではないですよね。です。あの写真撮るときの。 さっきのようなあのバストショットの時バランス考えないとまずいですよね、うん、人と並んだらはいいけれど一、うん、人で写ってる時のバランスを考えないと顔だけやけに大きく写ってしまうっていうのはあるかもしれないですねそ,そこがあれですよねうん、うん、バストアップの難しさですよねそうですね全、ね、身あそれこそ足元まで見えてると意外とバランス取れてるものがバストアップになった瞬間にうんうん、うん バランス崩れるってことはあります。ね逆の場合もありますけどね。うん足元まで見えちゃって。えってひ、なんか。確かに。逆に良くない人もいますけどね。でも大きいのかもしれないですね。そうそうそう。なさそうなんですよ。一応これがちょっと画像。画像検索して出てきたのこちらなんですけど。はい。はい。なんか学生上がりがそのまま。 社長になってうん起業はし,したみたいになっちゃってでも多いんだけどねベ、うん、ッチャーはそういう人多いし大体その大学時代に会社を起こしただ社長になるとみんなそれこそ少し意識改革してあの社長としての品格っていうんですか、うん、そういうもの意識するように最近は皆さんなってると思うんですけれども納体の時特になんかボタンダウンを着てたりとかが互、うん、学生みたいって。 メガネも何種類か変えてますね。これ。そうですね。うん、こうやって見るとね。メガネしない方がいいかもしれないですね。そう,そうね。ううん、どうしても重たくなっちゃうんですよね。メガ<う>ね。暗い印象になるうな。うん。あの縁がね、あの割と太めの縁で、うんえー、サイズもちょっと真ん中に寄りすぎちゃってる。うん,うん。 デザインなので余計なんかこう暗く見えちゃうんじゃないかな。うん、そうですね。おでこも、うん、全開しないでちょっと前髪作ったらどうでしょうね。<laughs> だついこの間は <laughs> あのみんな前、ま、男性最近前髪作りすぎって話をしてたばっかりで難しいんですよねこれがねこれがね彼の場合は反対 <laughs>、うん、ただあのおでこがこう張り出てていかにもこう頭良さげな人のこの、うん おでこの作りをしててるっいう感じはしますよねまあある意味それがもしかしたらあのセールスポイントなのかもしれないけれども彼のね。ただやっぱりおでこ出すんだったら出すでも出し方ですよね。そうね全部出しちゃうとちょっと軽く軽く垂らすとかね。うん タバカンをどうやって出すかっていうのは本当に難しいんですけど。なんかこのネクタイ似合わないですよね、なんか。彼のイメージに合わない。より暗くして。そう、せめてもう少し明るめのネクタイをすれば。もう少し印象変わるのかもしれない。あとやっぱり、ここ白のシャツ着てるから。これポケットチーフをするだけで変わりますよ。そうですよね。立体感出ますもんね。 うん髪の毛も真っ黒だから余計黒ぶちのこの眼鏡と相まってこう普通だったらつっく見える感じなんで暗い方に転んじゃってますよねそう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 なんだ,なんでだ本当に学生のとを引きずったまま大人になっちゃった感じが、うん、でもあれでしょ四十五歳でしょそう四十五歳びっくりしたんですよねこの年齢見てね、うん、見えないよねあ、ねうん、若くもっと若く、うん 三十代にしか見えなかったんだけども、三十八九とかね。そうそうそうそのぐらいかなと思ったら四十五って結構もういい大人ですよね。四十五言ったらね、なんかその割にはちょっと学生感が抜け切れてないのもったいないメガネのデザインと色とですかね。太すぎると思うな縁が。まあもうちょっと細くしてということですよね。 まあ,明るい印象あとまあ表情も全然変わらないしっていうのもあるしあとこれずっと最後だけあっちでカメラに向かって行ってっていうことでカメラ目線になってるんですけどうん、うん、ずっと横側だから余計に表情がほとんど見えないしうん、うん、余計にまた暗く見えるっていう。 なんか黒縁じゃなくて縁なしとかのちょっとアンティークな感じが指摘で似合いそうですけど、ねうんうん、もうちょっと軽めのねうんのがいいような気がしますよね。あと今日山口さんがねあのお話のプロの山口さんがいないからあれなんですけどうん、うん、私彼の喋り方を見てて思ったのは下唇しか動いいてないんですよねあそう,そうあの上唇全く動かないで、うん、下,下唇だ、まあ、日本語って下唇だけで あの会話がで,できちゃう言語なので結構そういう人多いんだけれども、うん、本当に上が動いてないから、うん、だからこの表情筋が全く動かない、うん、だからなんかこう何を喋ってても同じ表情で、うん、あの嬉しいんだかなんか強調したいんだかなんなのか全然そのキーポイントが全然見えてこないっていうのがすごくじゃあ口もあまり開けない感じですか <laughs> 開けない,開けない<ー>ほとんど動かない。 状況、そううここが動かないから、そ<う>ダーンと喋るんだけど、ここがだからこのこの部分が全く動いてない状態、<laughs> うん、で喋ってるから余計暗く見えちゃう表情、うん、が豊かじゃないから、うん、例えばこれ,これ下唇かだけ動いてるのって歯は見えてんですか、ねうん？ほとんど見えてないです。下の歯も見えてない。もう口の開き方がちっちゃいんですよ。ああ、うん。 で笑わないしここ笑顔、笑顔もないし、うん、そう <laughs> だからあの話せる内容はいいんだけど、うん、でもあと、うん、本人が出てくるところは、まあ、最初と最後しかないから、うん、その間はずっとこう,こういう,そう資料がね、資料だから、こ、うんうん、の時は割といい,いいんですよ、耳当たりも。うん 声は悪くないですもんね聞きやただ最初と最後に写真が出てきた時にこうなってきた時に何か業種のね要するに会社の中身としては素晴らしいものを持ってるのにそれがんかやっぱり社長って大事ね要するに会社の顔にならなきゃいけないから。 なんかこの社長の,の,の雰囲気だとなんかせっかくのいい業態がなんかよく見,、ね、え見えてこないっていうのがなんかすごくね、やっぱり社長って顔なんだなって。メガネかけててもう目つきが悪いって珍しいですよ <laughs> これ、メガネがちょっと下がっちゃってるからじゃないかな、縁と目が一緒になっちゃってるから。うん、あ,あってないんですよね、ま、だからサイズ感、ねままあ、サイズが、ね。っっっちゃててるっていうか 目の目のところと縁が一緒になっちゃってるから、うんうん、余計に。っと真ん中に縁をまい、あ、しやっぱりベンチャーって明るさとか将来への展望っていうのがとても大事だから、活気、ねうん、が,がないとね、そうあと期待感とかね、かねうん、そういったものも含めてね、やっぱり表してもらわないとね。 ししてほいもったいないから、私としては頑張って明るくしてほしいなっていう、彼の魅力が、伊藤社長の魅力がもっとサービスと同じように出ると、より良いだろうと1回でいいから、ちょっとスタイリストつけて、ちょっとね、アドバイスしてもらうとかなり変わってくるんじゃないのかなと思います。 うん、ぜひ高野さんにご依頼を活躍 <laughs> ますよ私オファーがあれば <laughs> 本当に、ね、何千人もやってきましたから本当ですよねぜひあのもしこれをご覧ななってたらぜひぜひご連絡を。

スー,ツスーツ、スーツの色が、やっぱ安っぽいんですよ、ちょっと。あ、ちょっとテカテカしてる。うん、うん、なんか。今のスーツって難しいんですけど、うん、なんか。収穫のスーツみたいに見えちゃいます。うん,う,んうん。だ、これでもね、それでも。あのハンカチ一つ、ポケットチーフ代わに四角く畳んでいて、入れていただくだけで。本当かなり変わります。うん。 そうですよね。本当ちょっと想像しただけでもわかりますもんね。やっぱり。うん。うん。はい。ぜひぜひちょっとそういう参考にしていただけたらと思います。そうですね。うん。では、本日はベンチャー企業 I. P. O. したばかりのスローガンの伊藤社長について勝手にしました。はい。チャンネル登録お願いします。お願いします。皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。